岡崎市民球場を内野席から眺める2016年12月、撮影岡崎市民球場とは、愛知県岡崎市にある、岡崎中央総合公園内にある野球場のことで、ある。1991年3月30日竣工同年6月1日教養開始。全国高等学校野球選手権愛知大会や、中日ドラゴンズのオープン戦。 に軍船で使用されるなど、プロはまとわず実績が多い。地方球場としては破格のグラウンド面積を誇り、特に中堅は126メートルとプロ野球の、どの本拠地球場よりも深いが、収容人数の少なさや交通アクセス面が十分とは言えないことなどから、プロ野球の一軍公式戦開催は難しいとされている。特に社会人野球においては、東海地区の春季、 周期大会に加えて、都市対抗野球と社会人、野球日本選手権大会の東海地区二次予選の、試合会場のみ全国大会第一ステージ、東海大会の会場にもなった。本来は2011年も同様に行う予定だったが中止となり、2012年以後は、大阪ドーム一箇所だけで全日程を行うことが決まったため、当地での日本選手権開催は、 この一回限りで終わりとなったとなることから、東海地区の雨野球の総本山とも言える存在になっている。自動車の場合は、東名高速道路岡崎インターチェンジからすぐ、鉄道の場合は、名鉄名古屋本線、東岡崎駅より、名鉄バスで、総合公園行きの路線バスがある。ただし、通常は1時間に1本しかなく、オープン戦、高校野球の試合開催時は、 乗客のどこを判断してからでないと増発は行わない。タクシーでは東岡崎駅から約20分で2000円程度、名鉄名古屋本線、美郷駅から1500円程度。ありがとうございます。